原西フィッシングフットダブバレてもキャストしてファイト原西フィッシングフットダブ息のあるおじさんでいたいらば漁師高志原西いい、はい、はい、今回はですねおはようございます。だんだん面白いことしよう。どういう状況ですか。だんだん面白い。めちゃめちゃ寒いって聞いてきた。いや、そんなことない。違う俺逆にあったかなろう思ってもちょっと薄着できてもね。ちょっと薄いですもんね。風がめちゃめちゃ吹くってことは冬の十何メーターはもう結局寒いやつ俺は聞いてきました。あ、そう。なので、はい、あのちょっと前から用意してた防寒のすごいやつなんかあるかなと思って、はい、これをこれすんごい安いんですよ。あったかい。でもめっちゃあったかい。あったかそうではありますけどね。なんか中国から届くやつあるじゃないですか。おうおうおう、あれやったら900円ぐらいです。あ、いいよ。めっちゃいいです。ジェダイの騎士じゃないですね。多分もうすでに暑いです。で気温は高いのにね、今日。これがどんどんだらだらってきますよ。風が冷たいけど。白衣着です。食べていいですか。もう早いな。いいですか。どうぞ。はい、出ました。お願いします。さあ、今回はですね、はい、服のカット釣りの、はい、これ以前岡村さんやりたいなっていうことを言ってたんですけども、これ一回ちょっと流れました。そうなんですよ。一回風が行って一回来たんですけども、はい、風がすごくて、できなくて改めて今回経験は一度あります。あ、ある、あります。さすが。あ、じゃあ2回あります。2回ありますけど、何がいいって服、ここの船の船長が全部さばいてくれる。今日はそう、持って帰れるんですよ。あと、あのこの食べれますから。あ、そう、食べるシーンもありますので。普通だから服って食べれへんやんと思うけど、免許持ってる人が大体船やってるんですよね。今食べれますけどって言うんだけど、すったらです。まあ、ね、そうですね。なんかまた最初釣れること前提で言いましたけど、こうやると危険ですよ。原西フィッシングクラブで釣れること前提で前振り取った時、最近ですね、なかなかあの、はい、チョーカー、はいはい、でもね、出してこれるようになってきた、なってきてるんです、はい、それでチャンネルっぽくなってきたぞというような、上がってきております、いうようなコメントはないですけど、こっちが言ってるだけないですけど、ね、本人たちは思ってます、はい、まあ、じゃあちゃんと釣って美味しくいただいて帰ろうというこの軽い感じですけども、はいはい、これですからね。そう、なんだったらもうお家にみんなお土産で持って帰れますよ、はい、喜ばれますよ。これは喜ばれますよ、ね、ありがたい。釣れたらね、はい、そうだ。まあ5匹以上は、はい、おのおの釣ってね、はい、お土産であげたいと、はいはい、ありがとうございますので、はい、早速言いましょうか。あ、お願いします。さあ、それでは、はい、フグのカット釣り、はい、一体どういう釣りかちょっと先生に説明していただきましょうか、はい、先生、もちろんお名前の方よろしくお願いします。ペタトヨクってもはい、ちょっとせんやでもお願いします。ちょっとせんやの時ちゃんと言うこと聞きやすい。そうですよ、途中で遮ったらダメです。あの遮る可能性があるので説明短めでお願いします。やめなさい。やめなさい。お願いします。しっかり、はい、お願いします。あのフグってこうくちばしみたいな歯がついてて、はい、噛む力が強い。強いって言いますよね。そうだ、当たりを出さないで餌を取っていっちゃうんですよ。あ、だから当たりがまあ分かんなくても引っ掛けちゃう。それがカット釣りだ。引っ掛け釣りなんですね。そうですね。こっちに餌をつけて、ここに食べに来たフグをこの三本針でギュッと引っ掛けちゃう。じゃあここにフグがかかることはないんですね、ほとんど。まあ、めったにかかんないです。面白い釣りよね。面白いね。お腹の辺とかギュッて下からカッと引っ掛けるね、はい。この三本針のことをカットっていうんです。はい。はい、で、この大きいエビを餌にする。はい。はい、頭を振っていただいて、貝で釣る時なかったですよ。そう、貝が手に入らなくなっちゃったんですよ。あ、今、赤貝が、赤貝じゃなくて、青焼きが餌だったんですけどね、はい、そうです、昔だからそうやった時は青焼きやったと思います。今、エビなんだ、その入りづらいからって。あ、しっかり剥いちゃうんですよ。そうですね、まあ殻、状況で餌取られちゃうようだったら殻残してもいいんですけど、2口ぐらい残して、はい、この辺のね、少し残してで、一つ目の時と同じような感じですね。初めてやわ。
で、またこれはまっすぐなるようにですか。まあそうですね、これはまあそこまで気にしなくてもいい、うん、気にしなくてもいいですね。ここに食わしてあそこでかける、はい、下でぶら下げて、こんな感じですね。ボリュームあった方がいいですね。あたりって明確に出るんですか。であんまり出ないんで、出ない、だからなんてタイム釣りって言うんですけど、タイム釣り、はい、まあ10秒8秒5秒ぐらいに1回こうカラー合わせを入れて、当たりとかで関係なく、ね、当たってなくても、はい、合わせを1回入れるんですか。そうです、この辺にいるんじゃないかって想像しながら、うん、ガッてかける。しゃくらなくてもいい、打ったらかわされる、結構ちょっとグーッと上げる、鋭く小さくしゃくるような感じですね。餌が取れないぐらい。誘うときはどうしよう。餌の誘いはもう誘わなくていい。誘わ、まあちょっと上を見てる時もあるんで、その辺は釣りながらまたご説明します。基本はゼロ点で、そこ、おもりとは何かついてるんですか。そうですね、おもり、これがおもりなんです。そこから何メーターとかじゃないんだ。そうですね、基本そこにドーンと落としていいです。そこにポンって落として、こういう状況ですか。そうですね、で、糸が張らず緩まず、その時が一番当たりが出るんで、ほんで、やったらここに食いに来てるやつをかけるとか。そうですね、こう引っ張ると、こう、なんていうか、うん、もっと腹からかかるような。へー、やこれということは前やってた時は僕ぶら下げる時もありますよね。うん、ぶら下げる時もある。僕その青柳でやった時はこうちょっと浮かしてるね。そこから何メートルかやって、ほんで当たりとか出た時にグッて合わせてたけど、うね、もう今はちょっとだ、普通の魚釣りいうスレの状態になるってことなんですね。です、はい、なるほど。おー、すごいなこれ、やってみましょう。こうかけるよりもこう這わしてこうか引っ張った方がなんていうか斜めにフグに当たる確率が高いんで、仕掛けの構造上、なるほど、確かにこれでも垂直でもかかるんだけど、そこにつけてやってみよう。はい、わかりました。面白そう。あと、もし細かいことわからなければもう一回ちょっとね、お伺いするもしれないんで、とりあえずこれでじゃあ、はい、行ってみましょうか。はい、お願いします。お願いします。そもそも、うん、餌を先頭に持っていた感じですか。山村さん、餌は頭の方からじゃなくて、尻尾を切って、尻尾の方から行きますよ。先生の頭の方から少し残したじゃないですか、はい、そこで餌が止まるようになるんですよ。頭から行く、頭からじゃなくて、こっちからですか。尻尾からです、一つ点やと同じ感じで。そうですね、尾羽根だけを取って、はい、大間違い、大間違い、8メーターとかじゃない。何見てたんやか、はい、全然先生の話聞いてたからここで発見分かりました。もう始まってますか。はい、岡村さんが、はい、エビの餌頭からつけて、ま、逆からちょっともうこれやっちゃってました。よし、違う、そこだ、そこ、そこだ。じゃあやっていいですよ。あれ、寝かかった、寝かかった。水深は7メーターですからね。これズルズルやっちゃうんだ。これ分かった、これ底がこんなことになってるって知らなかった。多少寝かかりしますよ。寝かかりしちゃう。寝かかりありますよ。おへんちょ、寝かかりの金さん、それ当たりだけ取らんとせずに、何つってる。カラーで大事ですからね。別にカラーで大事ですよ。何左。金井さん、はい、エビの尻尾を、はい、はい、羽の部分一応切るのが取った方がいいですね。一回取らずにやらして。全然みんな先生の言うこと聞かないじゃないですか。いや、聞いてるよ。陽さんはやってるんですよ、ちゃんと。やってるけど、ここを残さずに、はい、って言ってたけど、ちょっとだけ残し気味でいく。二つっつってたけど、はい、俺は頭の部分、うん、全部じゃない、はい、違う、2つ残すをもっと残す。多分ここか。あれ、何やこれ。じゃあドラグがいるんじゃない。ガッチガチで、先輩流れるとあれだから時々、うん、なんか一瞬、うん、あ、かかってるかも。
もしかしたらかかってるかも、かかってるかも、これは。よっしゃー、よし、ビッグギムゲットですね。上菜フグでございます。全然わからへん。おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんとどっちもかかってますね。はい、みんなで合わせるところね。はい、美味しそう。取られずになんとか生還しました。美味しそうです。え、いるのはいますね、はい、どうやら。ヨウさんも今もう行ったな。はい、エルさんも殻つけたままにしてました。殻のまま殻むいてやるのでももちろんいいですし、ただ餌取られやすくはなるので。なるほど、ちょっと塩梅初めてやからちょっとわからないな。他の人完全に初めてですか。初めて。今な、はい、ぐるってなったらもうすぐまた服合わせスカッと。ぐるってなった。なってるけど、めちゃくちゃ。バージン。かかってる？かかってないか。当たってんじゃん。あ、一回開けて、もしかしたら。あ、かかってるわ。はい、かかってました。かかってた。かかってた。はい。あ、出たよ。はい。おお、いいよ。今な、1回目でかかってたな。かかってましたね。で、ちょっとあんまりサイズがそんなでかくはないんで、引きが一瞬わかんなかった。なるほど。はい、でもここってなったらすぐ。餌も取られ、あ、ここの方が取れそう。釣らないと食べる権利ないよ。釣らないと。OK。幸先ええわ。早ない？いつもやったら亮さん釣って原西さん釣ってとか、はい、やけど亮さんに続いてノーフィッシュ岡村って言いたかったやろ。そうっすね、言いたかったけど言わせないっていう異名を言いたかった。でこうなるとまた今度原西さんが焦り出すから。そうですね。原西さんは先生の言うこと聞かずにエビのオーバーでつけたままやってますよ。いやでも今のでもね、当たりは分かった。プルプル来てた。うん、プルッとそこついた瞬間に、うん、かけれたかどうかちょっと分からんかったけど、このままもったいないから行ったろうか。活性いけるんだったら一回行ってみてもいいか。活性高そうやし。りょうさんもう2匹目。そうそうそう、2匹余裕です。またこう仕掛けのトラブル。福田先生曰くここ何日間かあんまり活性良くなかったみたいですけど、今日は期待できますね。瞬殺、瞬殺です。もう餌ない。こんなに早く釣っても面白くないよ。あれ原西さん、当たりは分からないよ。いや当たりむずいよこれ。当たり分からない、うん、俺も当たりよ、分かってない。あ、来た。あ、来た。よしよし、これは当てるです。あれあれ、ダメ違う。いや、ドラグがいい。ドラグ揺れる。ほんまなんか、そこなのか、当たりなのか。でもなんかあれやもんな、あ、何やったっけ。はい、あの、何回かに1回はもう合わせた方がいいって言ってたもんな。そうですね、自分でなんとなく感覚組みで3秒とか5秒に1回から合わせをすると、当たりがなかったけど、かかってる。リミットなんかあるんですか。リミットがあるんですよ。80釣っちゃダメよ。え、80釣ったらもう釣り終了。誰かが80釣ったらですか。違う、1人、1人80ね、うん、もうないかもない。ないかもしれないですね。ないわ。えらいもんね。取られてますね。これ今、エビの餌もありますし、貝の餌もあるんで、ちょっといろいろ組み合わせてみて、ミックスでもいいみたいですよ。1匹釣ったし、あ、でもそうですね、試してみて、いろんな貝とエビを合わせるとか、貝だけとか。基本、肝に食ってくるんで、肝を中に使うっていうか、ちょっと取られにくいような刺し方するとか、縫い刺しみたいな。どうしよう、ここに針刺すとか。それを何個も釣らねんで、これで大丈夫かな。これでも引っ張られて持っていかれそうなんですけど、まあもしあれだったらコースの割りかもしれない。あ、
その先の餌つけるみたいな。なるほど。おい、やったー。あ、見つかってない。ちっちゃいの。ちっちゃいの。あ、来てるわ。あ、おるわ、絶対。ちっちゃいの。来ましたー。餌と同じぐらいの大きさのやつが。まあ、これね、棒がなくなりましたよ。一応ね、小さいやつの方が入った当たりが大きいんですね。ね、なんか今割と当たりがありましたよ。待ってるわ。今なんか食い上げみたいな。おいしょー。赤貝。赤貝でも来ると。赤貝でも来るわ。赤貝のが当たりが大きいですね。そうですね。出ましたね。明確に。でまだ取られないですよね。いけます。まだいけんね。赤貝の漬け物。貝の漬け方はどう漬けるんですか。うわない。やっぱない。ボリュームいっぱいに漬けられるだけ漬けちゃって。ああそういうことなんだ。はい、そんな贅沢なことしていいんですか。はい。何回も何回も縫い刺してもう取られにくく。なんだ肩がいいかな。なんだこれ、いいんじゃない。よっしゃー、オッケー。4匹目。早っ。早っ。怖い。めっちゃ達成高いっすね。うん、本当に今日はいい日です。だってあの赤貝もあれの貝の餌って何個か連ねたりつけますけど、はい、今、ね、皆さん1個だけつけるだけでつけますもんね。もっとバンバンつけてもらって構わないですね。振られたくなりたかったんで縫い刺し。また羽根さん餌あるみたいなんで、あの餌何個もガンガンつけても大丈夫です。それよりもここ、そこの方が危険です。めっちゃそこ。よし、今のは中華瀬でやった、やってやりました。今のはやりました。狙い通り。ちょっとサイズアップ。イエイ。あれですか、そこからちょっと浮かした上げて。うん、浮かそう。じゃあやっぱ当たり分かりやすいですね。分かりやすい。当たりとやりたいわ。気持ちよかったっすね。今のは気持ちいい。よし、あもう一個かけたった感じです。よし、はい。あ、こっそり、こっそり釣りな。こっそり釣り、こっそり釣り、こっそり釣り、釣りって忘れてないけど。来たら来たって言ってもらって。ごめんごめん。今あれなのよ。今あの量が痛いで言うてたから。負けじともちょい声出して。分かった。負けじと。よかった見たらもう釣れてるっていう。そこがな、これあんまり。え、岡村さんも今ちょっとだけ。ちょっと浮かした。うん。浮かさんとも引っかかってまうから。それでも全然当たりあるんだな。あんねんな、今日。走ってる方が当たり、取りやすいですよ。うん。来てるわ。ちょっと浮かしてても、ほら、なんぼでもほら。おー、おー、サイズアップ。サイズアップ。いいっすね。あれ、なんか、今日すごくない？今日めちゃめちゃ調子いいですね。いいやんか。最高ちゃう。重たいから来てるね。え、質感がない。ずれてない。ない。ずれてるんだ。書いてるってことだ。ちょっと来た。よいしょ。今のは中華瀬でやった。やってやりました。いけるかな、このまま。今のはやりました。狙いどおり。イエイ。そこからちょっと浮かした。やっぱ浮かそう。俺やっぱ当たり分かりやすいです、ね、分かりやすい。当たり取ってやりたいな。そうそう、今のは気持ちいい。あ、もう一回今の当たったな。当たりだろ、面白いね。分かりますね。当たってる。おるわ。ちょっと浮かした。当たり出るよね。おお、浮かした。しっかり出る。取りやすいな、取りやすい。
ただ餌持っていかれるかも。皆さん、これこの辺りの格闘釣りはゲスト、まあ、ゲドウは何が釣れる可能性がありますか？ヒラメとか、え、ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ、だからカサゴとか、カサゴ、カサゴ、カサゴも、あとフグも、それだけじゃなくて、あの赤目フグはフグ釣ってるんですけど、ヒガン、ヒガン、もう良い。今のかっこよかった先生の話しながらピッとかけてこっち見て、今のはもう当たり見ないでタイム釣りで引っ掛けてる。ああ、今のはだから喋ったから。そうか、別にノールックですよ、こっち見ながら。おお、でっかい当たり。あれ、リアじゃないですね。いや、多分当ててないわ今のな。思いっきり思いっきり当たってた。とかなあかんわ。なんか変な、うん、そう。なんか続いてるわ、しっかり。今もちょっとそこ上げてます。うん、ちょっと浮かした。そこ上げてても当たりやっぱなかなか気づきにくいな。このフグはあのホバリングって言ってこう泳ぐんだよね。その場で止まってるもんな。止まってこう皮剥ぎで泳げるから。うまいですよ。ほど掴む力が強いから当たりが出ないんですよ。あ、大きいほどまた。もう先生ガンガンいってるよ。先生もなんかもう先生同じでから。ワカサギみたいな感じで釣ってるよ。こちら原西さん、はい、先生はそこからちょっと上げて、でもうタイム釣り5秒に1回とかで。はい、当たりなくても上げてめっちゃ釣ってるんでしょ。もうなんか3、4匹釣ったら、あの1人80匹釣ったら、はいはい、ストップフィッシュらしいので、はい、先生もうやめてもらっていいかな。いや、このペースでいくと80匹釣っちゃうから。そうそう、これ岡村さんも釣ってますよ、いっぱい。え、原井さんには何匹？もうでも3です。あ、3釣られてる。はい。え、岡村さん今餌全然変えてない。取られずに釣れてます、うん、そう。うわぁ、バンバン行く。ちょっと、この価格、ちょっとあの、損かもしれないですね。いやいや、岡村さんもいっぱい釣ってるんですけど。それで、あの、いつもに比べたら全然釣れてる方がいい。めっちゃ軽い。背景で。え？いつ？いつかが分からへん。あ、でもさすが餌が外れたわけで軽いっちゃ。あ、だけど、いつかが分かんないです。今のちょっと分かった。今のだけちょっとだけ分かった。あ、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 タモタモタモ、あ、見てない。おー、すごい、サンキュー。危ない、ありがとう、助かった。うわ、放送せんといてな。ナダルになるとこやったわ。